はい、今日はですね、東京大学で、ね、あの、教授をやっている。で、しかも専門は経済。というですね、とっても偉い安富さんと、ね、ゆうちゃなんだが、ね、幸せになるのは下手くそだが、金を稼ぐのは大得意、清水優子が、ちょっとですね、本気で年収が上がる方法っていうのを考えてみようというので、えー、安富さん、お本お願いします。お本。 本、偉いんだぞ。本偉いんだぞ<本>いやれと <laughs> や。やれと。っていうわけで、期、え、待、ー、していた。あの今日、期待してた。<laughs> いや、実質賃金がどん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 ん下がっていく中ですね。大変ですよ。大変な中ですよ。あげくの果てに物価はどんどん,どんどん上昇していくし、どうすんねん。どうやって生きにいくねん。っていう。やばい。やばい,やばいよ。やばい。 こういう状況の中でですよ、あの<お>ますます物価は上昇していくと思うんだけども、はいあのマクロ的にはね、あの中国とかインドとかのあの高齢化、はい、労働力の不足とかで、えー、物価上がっていくんですよ、長期的に見たらね。うん、で、その次にあの起きることっていうのが、まあ円安とか、そういう問題があってですね、で FRB とかっていう、まあそういうマクロ的な部分ってよく話してるじゃないですか、うちら。 うん、でもねやっぱりねみんなが一番気になるのはゼニわしらのゼニはどうなるんやろうっていうのがあってですねあとね最近ね中央値あのちょ貯蓄額の中央値あれなんかやばくねあれもうびっくり <laughs> 平均値の返りがやばいいやあれ何あれホンなんいやホントホントホンちょっとあんな終わってるやんあの金融広報中央委員会っていうところがあってね えー、<あ>そこがあの大体いつもねあのー、そういう中央値とかを発表してるんだけども、うん、これちょっとね何、あのー、て言ったらいいのかなこのハードルがやばいこの何て言うかあの中央値って何かっていうと例えば私がね貯金1万円持ってます安富さんが10万円持ってます、うん、ビル・ゲイツが あの10億円持ってます。いや、10億円じゃねえな。まあいいや、10兆円持ってますって言ったとに、<何>中央値は10になるんですよ。<laughs> だけど、平均値を取るとですね、平均はえー、っと3兆円ぐらいかなっていうことになるわけですよ。<laughs> 多いなぁ。<laughs> 多いなぁ。俺の一番1万近いで、これ、平均値を出されると、全然、乖離してるやんっていうふうになるのが。 防ぐのが中央値っていう考えなんだけどだから中央値100何十万円平均値1000何ぼとかっていうねえっこれどうす <laughs> 広がりすぎちゃうかっていういや怖いなぁ、うん、これかなりやばいですよで特にヤバいのどれ ?50 代。 50代な。50代は、えっ、ー、と、単身,単身世帯。で、えっ、ー、とち、中央値100数十万円。で、<え>中央単身世帯は中央値54万円になってんえー、あ、50代あ、うん、単身そうか。で、それで、うん、えぇ、ー、まあ、でもね、あの、平均何になってますか ?926 万円。そ、そんな感じになってる。うん、おかしいやん、それ。これ、いつのデータ入るやの でそういうのがどん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 今広がっていってるわけですよ。うん、ちょっとめちゃくちゃ、じゃあこれ結構えぐい、うん、多いよ、えぐいの。うんうん、この単身ってやっぱり、あのあれね、<ん>離婚して全部持ってかれた人がいっぱいいるのかな離婚して全部持ってかれた人もいるかもしれないしまあ、あの最初,<さ>最初からずっと。30代のエッテゴーじ七77万円なのよ。あ で40代50万円で50代54万円って、かクって減るんです、うんうん、これ30代の終わりに離婚するのかな、み <laughs> <や><で>んな持ってかれましたみたいな。で、その平均貯蓄額がですね、うん、20代が100万円、30代は359万円、うん、40代は569万,万円、50代は926万円とかにこう、どんどんうなびるおりに上がっていくのに、うん、中央値はですね、うん、減っていくっていう。うん これ20代の地方値5万円っていうのがやばいけどね。<laughs> なんていうかそれ、全部合わせてそれやからな。ちょっときついね。終わってますよ、これ。うん、これ、<で>レジリエンスがないよ、このそういう社会、うん、何か、何か一兆円の際には一撃で転ぶじゃない。うん、でそういう中で、まあやっぱり、 まあ選挙で文句を言うっていうのも大事なんだけどやっぱり、うん、自分でどうやったらねあーのー所得を増やせる、うん、所得を増やせるかっていうところなんですがはい,、うん、いやなんでこの安あさんのそこのにしようかと思ったかっていうと私の場合は。うんうん 自分で所得は増やそうと思ったら増やせるものっていう自覚がすごくあるんですよ。<laughs> 頑張れば頑張れば増える。ただし失敗したら1億円以上の借金が負うだからさ、<laughs> 自分の人生だけど、普通の人は労働者が多いわけでしょ、はい、うん。そうなると、えー、っと、所得を増やそうって思ったときに、 どういうふうに気合い入れ,るん入れたらいいんやね、うん、例えば大学の先生でさ、うん、ちょっと増やそうと思って気合い入れたってもう入れるとこないよ本を書いて出版だ作者されるだけやし、うん、私もいちょっと意味に思いましたけど増えへんかなと思って書いたけど勉強、うん、ね 耳耳耳やらつすぎるあれあれ時給換算したらいくらやってるもんね10円ぐらいのもう、まあ、10円は言い過ぎでしょいくらだっ百円はあったんじゃないかなって思うけど百円ぐらいのとにかくもうひどい <laughs> いやーもう安富さんが本を返してもね儲か,儲からない儲からないって思っていたおかげで私は絶版になってよいしょと持ってきて YouTube で売って安富さんにあの儲けさせることができたんでいやも まあ、だから、これ。楽しかったのもう、あれ、何年、あれ。だから、まずこ、ここまで、あの、安富さんほどの、知性と地位があったことですよ。もう、間違ったところ。悪い悪い悪い。そんななことするぐらいだったらでもあの、仕事ない時間に、こっそりバイトした方がいい。うん、その方が良かった、ねヤ。ヤフー、ヤフーオークでレ、コーチでも、なんか、あの、うん、打った方が良かったな。うんうん、いや、おばなばかしすぎる。うん なんすよ人ってひどいな、うん、だからだからだ,だ,<っ>だから,だからあのそれじゃなかったらもうあれですよ <laughs>、うん、あの,あの東京電力にごまをするとかそう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 だから私がねひとつき万冊であの高い本を売ってね、うんえー、真面目に本を書いてる人を救いたい理由っていうのが。 特に東大教授とかなんかはね、はい、あのプレッシャーがやばいんですよ。東大の先生なやや、ね、の先生なやろ、東大の先生のやろ、東大の先生のやろっていうふうにね。らしいねああ。これプレッシャーがあってう感じたことなかった？感じたことなかったけど、<laughs> らしいよ。でもね、一生懸命本書くじゃん。も、はい、からへんのよ。誰も読まへんねん。からへんねんうん。ね。で、そういうふうになるとね、東電とかに行くとさ、一回講演するだけで10万、20万もらえるわけよ。うん。でも、もっとくれるかもしれない。50万とかもれもでも自分が出した本。 をね、えー、出しましたと。で、1万,<ー> 1>, 1万人の人が3万円で買ってくれましたと。ねで、それが毎年そういう固定ファンがいるという社会になって、印税は10%とかケチいこと言わんと30%上げるで40%上げるでっていう出版社があったりするじゃないですか。うん、うん、そしたらさ、魂恨んで済むやん。恨んで済むよ。ねでそれをまあ1つの私は夢として持ってるんだけども。はいはい だけど重要なポイントはだからの結果が出ない見返りの少ないところで頑張ったあかんっていうねところは見返りのあるところだからあるんですか、この国に少なくとも YouTube で打ってちょっと見返りあるから続けてるんじゃないですか、うん、我々は,いやこ,れこ,れはこれはあるけどさ、うん、こんなあの権力システムが全部持っていってる国です、ね、だから今しゃべっててね、私が思ったけど <laughs> これ、やっぱまたあの救いのない話になりそうで。 見返りのあるところで頑張ればいいんだとかっていうふうに言ったら、うん、ほとんどの人見返りのないところにいるしなってちょっと思いながら喋ってたよ、俺も。だから私が言ったらあかんねん。えっ、ー、と、私の考え方はな特殊事例なんで。<laughs> あんねんけどね。あるんやけど、そこに行く。見つけ、見つけられないんだよね。うんうん、だって清水さんにしてもさ、うん。 これこ,こで YouTube で毎日配信すれば本が売に違いないとか思って始めたわけじゃないやん。あうつ病、ちょっとましになってきたかな。しんどいな。あ、コロナか、怖いな。ちょっと、配信でもするか。あ、伸びたな。<laughs> よっしあるぞみたいな、そういう感じ。そういう感じです。あれ、ひとだまだね、あの、うん、あれ、本出てなかったもんね、初めての時、うん。そうそうそう、出てなかった。うつは生きる。まだ売ってなかったからさ。うんうん 何冊売れんねやろって感じでこんなむちゃくちゃなネタで誰が買うねんとかいう感じでそれがバカ売れしましたからねうんこれこういうのをねこう見つけるのはなかなか難しい, <laughs> いや見つけようと思って見つかるもんじゃないからう,ん、こうまず動くってことなんでしょうねあこれチャンスやって思ったらガチーって掴むって <laughs> そ,そ,こそこですよね <laughs> 逃がさずのこのチャンス逃がさずってこうやるからそれが大事それですよねこれが私なんかやったらんかああ面倒くさいからやりですぐなるからガシッとスカッチャンスが通り過ぎていったからチャンスが過ぎって言ってしまったチャンスかまあいいやまあチャンスみたいな2020年のね安富さんとやりあの再生しだした頃ねもう全力で気使ったから俺安富さんに この人はいくら本が売れても、あの、何か間違えたらもう多分毎日配信にはならないと。 最初の頃はもう全力で気を使って安野さんがやれるように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 っていうふうに頑張って一年ぐらい経ったらおもう毎日やるのが習慣化してきたしもう,もう売れるんだよ分かってきたなっていうなって二日にに一回とかに減ら何て,ていう。<laughs> なんてことだこれもねあのチャンスを使わないだろうよ安野には使っここに泥箱があるぞーみんなが気付かんかった泥箱はここにあるぞっていう,あう泥箱に見えへんもんね いやどれだけころこれ、みんな酒で酒で取るからね、私もうこないだもだから、そすあのこの LGBT のさ、あ、はい。かひどいな、あれ、なんで呼ばれてんねんな、LGBT のさ、ヘイトがものすごい多いって、インいーネットもいっぱいいるじゃないですか、女子トイレに入ってきて、犯罪するとか言って、ふざけんなボケって感じやけど、ぶわーい、るじゃない、うん。それが問題になってるからってなんかこの記事、特集、なん何で出てたんかしらいけど、そういう。 ディスカッションとかしてそれが出てた、あんまあ、いい記事なんやけどさ、うん、それ自体は。うん、あの日本大学、日本女子大学がですね、うん、最初にあの LGBT、トランスジェンダー女子学生の入学を認めようという動きがあったんですよ。で、それをですねその、やろうと推進しておられる方が相談に来てくれたんですよ、私、メールだったけどね。 でまあ、電話でお話ししてこう,こういうことなんだよって言って、うん、だからあのトランスジェンダーっていうふうに区切って、うん、その人をなんとかするとかじゃなくて、うん、こう女性って何かっていう考えを変えないといけない女性は入るんですよねでこの人女性ですよねそれで終わりなんだから、うん、トランスジェンダー入れるか入れないかという議論じゃないんだ,、うん、だ女性とは何かっていう議論をして、うん、そ,のそのコンセンサスた見てそういう認識が広がったら、まあ、女性の定義変えなきゃねっていうことでこう動かせば全然問題ないですよねっていう。うんうんうん そういう動きにしないといけなくて、そのなんかそののすっごい変な対策でさ、うん、あの誰でもトイレを増やすとか書いてあるんですよ。おめ<ー>え、いやお前トランスジェンダーって認めて、あなた、あれ女性だって認めて入場してくれとって、うん、はい、あなた、誰でもトイレ行ってくださいおかしいですって言って、うんうん、なんか新しい差別みたいな、それ。<laughs> そうそう、で、その話をしたんですよ。なるほどって言って、はいはい。年収の話戻ってきてや。あ戻る、戻る、戻る、戻るうん、でもだからそれで、その、それでしばらくしたらですね。うん 女性とは何かっていう、うん、あのシンポジウム開かれた、うんうん、という記事を私はネットで読みましたうん、うん。なんで？<laughs> でしばらくしたらお世話になりましたとか言ってあの議事録みたいなや送ってくれたんだけどさ、何呼ばれて？なんで呼ばれて <laughs> <laughs>？でその上さ日本大学日本女子大学がそんだけ議論を積み重ねて、うん、さあやるぞっていったらさあのお茶の水大学が先先に発表しよう。 なんかもうよう分からへんな <laughs> なんかさもうもうこれなんかいいことになる気が全然しないわみたいな感じでだからねそのねお酒るわけですよそういうレベルでなるほどねうん,うんでここにイノベーションを積む機能があると思うんですふっ、うん、てこう酒るわけねポイントがあったらあこれは金のにおいがすやめとこうみたいな

もだからそこに人が集まって何か奪い合いとかしてるやつはねクソなんですはハエですか。うんその認識すごい大事だと思うんですあなるほどね。だってみんなさそのハエがブンブンいってるところに寄っていくじゃない。チャンスがないチャンスがないとか言ってないって最初から。まあそういうところにはチャンスないわなそもそも。 でやっぱり人の目とかさ人の評価ってに左右されると必ずそうなるじゃん、うん、でそれがだからあの伊藤忠位です <laughs> そうねでも、うん、あのあんまりそれを言うとですねあのもうちょっと優しい年収の上がり方の話にしてあげないとあの <laughs> そんなきついことあの言,う言うと <laughs> 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 まあそれスタートそこそこを <laughs> でそれ全面的に変えるのは無理にしてもさ、うん そそそういうふうううういいふに思っておかないと引きずられちゃだから結局だからそういうそういうい世界観ハエハエがいるところに何か金が金が金のうんこが落ちてるに違いないと思ってるとするじゃないですか。うん、恐怖やな、うん、そうするとそのそっちに向かっていったらさ、うん、そうするとないろいろ待ってるじゃない。金のうんこが手に入る方法を教えてあげますよそれで10万円とかって <laughs> そういう人がいっぱい待ってるでしょ まああのー、そういうところには俺ははまらずにきちんと塾に大金を出して子供を東京大学入れたぞえっ,えっ,えっみたいないやそれ別に一緒やから <laughs> <laughs> これに来たら儲かる方法がわかるよ10万円っていうのはトッピングがねあのだめなあのうんこなんやそれはね東大っていうトッピングがしあったらあのうんこに見えにくいだけそれはもう,もう巨大うんこで巨大うん でもでもそこのそこに引きずられてる限りはさ何下手に動くと傷を負うばっかりじゃないですそうじゃなくてやっぱり本当にさ、うん、あのもた餅を開いに行かないといけないからそれにはやっぱりそのその前分分に惑わされているではダメです、うん、そこだけはやっぱり揺るがせにできないと思うんです、うんうんうん、うねまずはそこですね、うん でも、そこをやればさ、そのすぐ儲かるわけじゃないですよ、全然。うんうん、でも、そこの磁場から離れないと。動かん。ん。じゃないですかね。うん、それからさっき言ってた清水さんが言ってるみたまず動いて。うん、動いたところに。捕まる、捕まるっていう。うん、この感じ。うん。これは一般的に言えるんじゃないですか、ね。うん。れ大事です。うん。あのー。これを、その、もうちょっと優しく言うと、どうなるんですかね。具体的に言うと。 えーっと私の知り合いでですね、とんでもねえ稼いでる人がいるんですよ。と,っでもな <laughs>、ね、とんでもなく稼いでる人が大学に講演されたりね、あのなんとかふとかなんとか賞とかに呼ばれたりしてね、ぜひどうすれば、ね、<ー>日本にイノベーションが生まれるのか抗議してくださいっていうふうに言うと、言われたら最後にこう言うんです。うん、まあ抗議なんんか聞いてうちっう <laughs> そいだから動くのすごく大事、はい、要するに八乙女さんがあのー、言われた言葉はすっげえ稼いでる人も同じことを言ってるよっていうことがあ私は稼げないけどねだけどあのー、次に重要なポイントはさ、あのー、動くっていうふうに言ったらさじゃああの今すぐ辞表を叩きつけて起業しなあかんのかー <laughs> みたいな それちょっと極端やね、君あのちょっとでいいのよ、ちょっとで。いや例えばですよ、匿名で g o o g l e アドセンスで、うん、あのアカウント作ってあ、まず匿名でブログ始めましたと。で、うん、Google の広告をそこに入れて、お金を稼いでみよう。で10円でもいいから稼いでみよう。う円でもいいのよ。 それそういうのの積み重ねですよ。ちょっとした動きとすごい。大きね方向が問題なんですよ。ね例えばだから、あの令和新選組、山っ太郎はさ、うん、政治活動をすることで何億円ももらう、うん、多くの人から集めるとかってさ、これも奇跡みたいなもんで、うん、普通はね、だから、あのその。 秋田フーズととかから金つまんでこななないいい政治活動できないみたいなそして、えー、農林水産大臣は元吉,吉川さん、はい <laughs> うん、有罪。有罪。うん、あれが普通の動きなんですね。うん、で、あのなラインにいる限りはさ、もうそういうどっかから金つまんでくるしかないわけですよ、うん、どこからつまんでくるかだけ問題なわけうん,う,んうん。だけど、その山本太郎は流れを逆にできる。うん だから、その私がすごい重要でいただいた政治活動をして1円でも10円でもいいから研究をもらうっていうことができたらそそれがものすごく大きな流れの大きな変化になるんだっていう逆方向に少量でもいいから流すってすごい大事ですね。だからあの常識では得られないような方向にものが動くのがすごい大事。 量ははまずは問題じゃないですよね、うん、絶版した本がなぜか売れるとかね。うん、うん、だから少しでも動,く動きが起きるようにするっていう、うん、でその時にすごい大事なのはね例えば会社辞めるって話さ、うん、会社を辞めるのではなくて会社に勤めているということを資源だというふうに定義する。んそれもだから大っぴらにさじゃあ,あの会社の名前で自分でビデオにしていいのそれは犯罪やから、ね。うんうん <laughs> そういういいことじゃないでも自分がどっかの会社にいるってことによっていろんなその社会的なネットワークの中にいるわけじゃないですか。うん、それをその仕事とは違う形で生かす、うん、知識とか見方とかそういうものを生かしていくということをしないといけないわけだけど本当にいきなり辞めてしまったらすべて失っちゃうからさ、うん、動かしてからやめないとね、うん、<laughs> 動かして動きをできてきたあこれならと思ったらじゃあすいませんやめてこっちに集中しますっていうふうにしないといけないんだけど。 あ大事なのは接続を変えるってことなんですよね。うんうん、いいんで今までの接続はそのまんまにしておいてどっか増やすはもう基本的に無理です。うんだ同じ会社に勤めるっていう行為にしても、うん、そのこの会社に勤めながら次自分はどうやってお金儲けたらいいかっていう考えてその観点から自分の会社で勤めっていうのを見直してみるっていうふうにするとですね急になんかいろいろ面白いことが実はあったりするわけですよね。 視点の変化と接続を変えるっていうこと、うん、がやっぱり大事じゃないかと思うんですけど。大事、うん、大事、大事。やっぱあのー、私も最初、サラリーマン4年間やったのは、うんえー、自分自身がその会社というところに入ってですね、で、うん、そこで、えー、ちゃんと利用するものを作るっていう。 そういう視点ありましたよ自分を鍛えるという意味でねでその自分が鍛えられるためにその会社の場を利用するわけですよ、えー、でも利用するんだけどそのためには会社にそれ以上の利益ももたらすっていう意識で仕事してたやっぱでもそうやって考えないとうんまあ、えー、逆に何で仕事をするんだろうって、はい だからあともう一つはかあれですよねその、うん、さっきの小さい話から始めるっていうのは、うん、小さいものをですねコツコツ積み上げても何も言うことはないんだけどうん、うん、でも「わらしべ長者」みたいな感じに小さいいいやつがが何かに化けけててくっていう過程があるわけですよね、うんうん、でその化ける方向性を見いだせるかどうかにかかってるんだと思うんだけどその小さいこと頑張るだったら小さいやつをコツ,コツ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 やり続けてする人がいるんですけど。うんうん それはなんていうか男女の入り口みたいなもんやからさ、うん、その,そのま迷宮に足を突っ込んでさそのまたたたたひたすらまっすぐにちょっと進んでいったらいいんやっ,らっ,た,っ,ったら壁にぶち当たった前いかなくなるからねそうで国って分かったりしないといけないわけですよねあここ開いてんねやとかってそういうそのどうしても開かない鍵が開かないってなるとなんかここら辺の何かあの棺,棺を開けると中から鍵が出てきたみたいなそ <laughs> んな感じね うんうん、あのロフルプレイングゲームみたいな感じでリアルに起きるわけじゃないですうん、うん、あの感覚もやっぱり普通に働いてると分かんない意味があるかもしれない面があるかもしれません、うん、なるほど最初からあたりをね目指しちゃうわけだから、うん、会社のビジネスとかみんなそうやなんか計画とかあってさ、うんうん、これとこれをこうやってこうやるとこれがさあやろうみたいな話です、うん、行くわけないやんみたいな、うん 行っったたことにするみいいなそういう仕事ばかかり確かにで行かない部分は下請けに全部押し付けてみたいな。うん、それは権力がないとできないよね。うん、権力がない場合はやっぱりその話がこう小さな糸口から入るのはいいんだけどそれをそのあれっていう形で伸びさせるっていう,こう動きが起きない限りはさ、うんうん、起きませんよね、うん、そういう。起きない起きない。 その観点でいうと、ちょうど今書いているね、あの山中マハさんとか書いている、アーミッシュの文化をの、アーミッシュオタクの山中さんがどうやってそのビジネスを作っていったかっていう話はすごい面白くて、うん、うん、あれよあれよっていうのと、それからここぞという時の根性の組み合わせが見事ですね。うん、いや、そういうのがやっぱり意識されないとな。そうなんですそなんなだから、ね、うん、そういうことを あののほとんんどの人は覆い隠すんですでよね、うん、意識の中からね。でまあその山本さんの方にも書いてあったけどさ、うん、そのなんでその仕事を辞めてそういうことする気になったかっていうと、うん、自分の先輩とかで、うん、女の人でね、うん、ちゃんと仕事もやってその子供もを育てる人って、うん、もうどっからどう見てもスーパーウーマンなんだおなるほどこれも絶対私には無理 いう感じなんですもう何人分体があるのっていうそういう感じでないとまららないいいしですってそれ絶対無理やと思ったからあそこそのルートはやめてですね自分の生活と自分のその所得っていうのをどうやって結びつけるかっていうことを真剣に考えて進んでいきはったんやけどこの観点はすごい大事だと思うんですよね。 でみんなはだからその根性を出してそこ乗り切ってはるんやと思うんだけどうん、うん、そのスーパーウーマンの方々はなるほどなそんな根性、うん、耐,え耐えるでいつかそうなんや枯渇するよね、うん、それ枯渇するか誰かを錯視しないと続けられなくなるので、うんでまあその生暮らしと生き方暮らしとその所得っていうのを結びつけるにはどうしたらいいかっていうとかやっぱり考えないと。うん いかんしそこを考えるとやっぱりなんていうの人間ってなんとかなるんだななんとかするんだなってことをつくつく思いましたね。そうですよあここいるへんわーって思ったらずるずるっとね別の方向に行くんですよ。うん、うん、で,そこで踏ん張っちゃうとね、うん、ダメ元気奪われめダメで,で逆にだからその,その山中さんなんかドレスを作るってうん、うん、ドレスなんか作ったこともないわけですう,うん。服なんか作ったことないわーとか言いながらそういうビジネス始めるんですよ。うんうん でそこでその学校行って勉強したりとかってさ、うんで、インターネットでビジネスとかで、インターネットとなんか何もできへんわーっていうところから、インターネットビジネスやるとかっていう時に、ハードルがあるわけじゃない。そこは超えるのね、うん、根性で。うんうん、その根性っていうのは、しがみつく系の根性じゃないんだよね。うん、どうしてもこれは乗り切りたい、やりたいっていう気合と意欲があると乗り切っちゃうんですよね、うん、やっぱり。そういうもんですよ。 うん、うん、その力を、その馬鹿力みたいなやつをどこでどうやったら出すかっていうのは問題で、気いいよ、えっと、なんていうのかな、その無理やり根性とか気合を出しちゃだめなんでね。いや、すみさん、はい、無理やり出してもええんやで。<laughs> だからその出すタイミングで出る方向性っていうのがあるんですか。<laughs> <laughs> 清水さん無理でしょ、その今から官僚に取り入って。 ビジネス1個起こしてやるみたいなやつにさ。だからやりたいと思うことに気合を出さないとダメです。そうそうそう。うん、やりたいと思っている方向であればですね、やっぱり出るんだよね。うんうん、頑張れば。プリンターを狙っている。プリンターを狙ってるバリケード今乗り越えるま。まあ、赤ちゃんがですよ。ねあ,あここは私がね。ね、うん あれを食べたい、これをやりたいから、一生懸命泣かないとだめだな、よし、泣くぞ、えー、んって、泣かないから。<laughs> よこせーの、かっうわーっ <laughs> か,じゃでかそれ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 、そういうのはね、あるんですよ、<う>ほとんどの人には。そうそうそう、でもそれをね、やっぱり、い隠す覆い隠くして生きてると、うん、ある気がしなくなるんだよね。うん、ち,ちゃうね、うんうん、その麻痺をやっぱり取り除くのが大事なんじゃないですかね。うんうんうん おかわいじょうに。おかわいじょうに。で、ななんか赤ちゃんは何がしたいんのえ、プリンターを攻撃してるんですよ。うん。あプリンターあー、足をかけたプリンターに。ああ、そんなとこで足を突っ込まれてくる。俺、子供の頃になんか物壊したことあるかな。<laughs> いい子だから知てなかった。いや、どうなんだろうね。そもそも精密機関がさ、家にはなかったよね。名前、うん、なかったね、昔はね。うん テレビぐらい。あのせいぜいそろばん。もうガシャガシャ。精密機かなり、かなり大雑把な。<笑><笑>かなり、あのでも、原始的計算機ですよ。あれは。<laughs> いや、もう、そうなんです。で、<laughs> テレビは。絶対に壊さなかった。ああ<ー>。なぜならば。ファミコンをやるためです <laughs> <laughs> あ。あ、そういう意味ではね、あのー。お金を稼ぐときに。すごく大事なポイントっていうのは。 うん楽して稼ごうと思ったらあかんねまずははいはいはい、うん、あのしんどくてもやってしまう元気を出してしまうというものう楽しいやりたい楽しい、うん、どうしてもとかいうのがないとやっぱり、うんうん、無理だと思うんですよねで基本仕事って嫌なものだと思ってるから儲けるってなったらなるべく楽したいってなるんですけども、うん、トラバー油トラバー <laughs> トラバー油ですね、はい 貼り付けトラバリウム。鳥トリパリウム。リパリウムだから、あのー、ほとんどの人はあのー、仕事っていうのは嫌だから金稼ごうっていうふうに思ったらなるべく楽したりずるしたりになるわけじゃないですか。でもそれはねお客さん側に立ったらさ嫌なわけですよ。まあ、楽されてたらじゃないですか <laughs>、うん。トリパリウムから降りないとね。だから、やりたしんどいけどやりたくって仕方ないことっていうのをやる必要があるわけですよ。 うん、うん、だ,からだけどあの世の中にはねあの怖いもんで、えー、仕事はしんどいけど楽して儲けようっていうところで、えー、そういうセミナーとかでねあの儲けさせようっていうもう儲けたろうっていうふうな落とし穴がいっぱいあるお<ー>でそれは自己啓発セミナーだと怪しいんだけども東京大学に入れば OK っていうのは怪しくない自己啓発の塾なんです怪しいから <laughs> だからあの、うん、本当にその。 まずし自分の心にしんどくってもやり遂げてしまうっていう心がちゃんと残ってるんだとそういう力ってあるんだよっていうところを思い出す、はい、でそのために何が必要かって言ったら私が最近よく言っているのがねあのカレー味のうんこ食わされてるっていう,うに気づかなかっくっさってくっさこれくっさ食えへんっていうふうに。で あの皆さんの横にいる人がね実はお化粧したゾンビだっていうことに気づいて逃げなあかんわけですよ。うんゾンビに囲まれてさカレー味のうんこ食っててささあ元気出ないなってそりゃそうだよお腹壊すよそりゃ。<laughs> これやっぱねそこに気づいてエネルギーを出していくっていうことになれば、はい、人間っていうのは基本的に勝手にエネルギーっていうのは出ますからね。 だからうん、うん、そういうエネルギーを引き出すことっていうことがものすごく大事なんですよ。でだからそうそう今日だからお金を稼ぐ年収を上げるっていうので見た時にしんどくてもやってしまう楽しいことを見つけることですまず第一段階。そうですねで仕事は嫌なものっていうのではなくて、えー、仕事は嫌でしんどいんじゃなくて好きでもしんどくてやってしまうものがあるでそういうものを見つける力は皆さんにある、うん っていうことをねあの今日は伝えておしまいにしましょうじゃないとなんかこういくらでも語れてしまうから終了 <laughs> それ有料動画でやりましょうか、ねはいまあねあの <laughs> お金が儲かる有料動画をやるか <laughs> そんなのはない <laughs> どんなのはない少なくともこの安富さんとやっているねこの東大教授が本気で語る世の中の真実シリーズまああなたの元気を出す ねで元気を何に奪われてるかっていうのを構造的に理解してでそしてその構造からどうやって戦っていくかっていうポイントを語っていますのでまあ、興味がある人はぜひ YouTube の説明欄を見てほしいなっていうプーンあなんか飛んでるうんあ値上げ虫だ そろそろ値上げ虫が飛ぶようになった季節ですね。<laughs> 皆さん。3万1000円で買えるのもいつあるんでしょうかお部屋めにね。じゃあねー。うん